3月30日水曜日、立命館大学衣笠キャンパスにおいて平井嘉一郎記念図書館の開館式が行われました。どうぞ。この平井嘉一郎記念図書館は理想の姿を獲得することができた、このように思っております。創設のきっかけは、学生が集い学び合う場を作っていきたいと吉田総長が平井信子さんに相談したことです。人を育てることに貢献したいという信子さんの夫、平井嘉一郎さんの意思がここで実現されました。旧図書館との大きな違いは、学生の気持ちをより考えた空間づくりになったことです。全体で座席数が2000席あり、さらにグループワークのできるピアラが旧図書館のおよそ 2.3 倍になるなど、学びの空間が広がりました。そして個人ブースは様々な机の種類があり、自分の学びに合った場を選ぶことができます。館内の閲覧スペースには50万冊、地下2階の児童書庫には100万冊、全部で150万冊の本が置かれています。個人ブース一つ一つにコンセントがあり、ライトも整備されています。コピー機は計5台あり、1階の新聞閲覧室に1台、2階と3階に2台ずつ設置されています。3階には平井嘉一郎メモリアルルームがあり、嘉一郎さんのゆかりの品を見ることができます。シアタールームでは学術発表や交流を目的とした上映会、セミナーなどを開催できます。2階には白川静香文庫、加藤周一文庫があり、蔵書を見ることができたり、直筆のノートが展示されていたりと、二人の軌跡をたどることができます。地下1階は雑誌を見ることができるほか、貴重書庫では図書館員の立ち会いのもと貴重書を閲覧することもできます。入り口には貸し出すゲートが設置されており、本を持ったままゲートを通るだけで本を借りることができます。また返すときには機械に本を置くだけでまとめて返却できます。多くの魅力が詰まった平井嘉一郎記念図書館、あなたも新しい学びを追求しに平井嘉一郎記念図書館に足を運んでみてはいかがでしょうか。